本企画なんですけれども、昨年度よりスタートしました、ハンセン病問題に関わりを持つ職業の方をお招きする、職業シリーズの第4弾ということになります。この目的としましては、ハンセン病問題をまだ知らない方にも職業というテーマを通じてハンセン病を知ってもらおうということで企画をしているものです。これまでにも、ケースワーカーの方、小学校の先生、報道マンの方をお招きしてお話を伺ってまいりました。本日はですね、弁護士の方をお招きしてお話を伺いたいと思います。講師は、ハンセン病の国外訴訟、そして、記憶に新しいハンセン病家族訴訟の弁護団の一員として原告勝訴に貢献された浅沼康弘弁護士です。ハンセン病問題と弁護士の社会的使命をテーマに、ハンセン病についてのお話、またご自身が弁護士を志したきっかけや仕事のやりがいなどについてもお話を伺いたいと思います。それでは浅沼先生、よろしくお願いいたします。かなりここが高いだけに皆さんがずっとしたいっていうので、なかなか立って話をした方が話す側としていると気持ちが入るんですけど、こういう段の上ですので座って話をさせてもらいます。今日は先ほど司会から話がありましたが、職業紹介を通して、そしてハンセン病問題について皆さんに、理解をしてもらおうという企画ということなんですね。で、法律家と、弁護士という立場のものがこのハンセン病問題にどのような関わりをしていたのか、またその弁護士の仕事がこのハンセン病問題に関してどのような意味を持つものだったのかというようなことを少しお話ししていただいた。で、今日資料を加えました。もう古い資料なんですよね。そのパンフレット、大きい方のパンフレットは、これはこの違憲国賠訴訟というのを東京地裁で起こしたんですが、その時の資料です。もうですから20年以上前の問題ですけど、それから小さい方のパン、基本法の手引きというのは、ハンセン病問題基本法というふうに我々は言っているんですが、このハンセン病問題について取り組み、裁判をし、その後国と交渉しながらその都度合意し、ある意味勝ち取ってきたこの問題についての成果を、ハンセン病問題基本法、これはこの改善の利用促進に関する、改善の促進に関する法律という、この違う正式名称は違う名称なんですが、我々は基本法、この基本法を制定した際に、作成したこの基本法の解説書です。基本法は今年家族訴訟を踏まえて家族の名誉回復というのを盛り込んだ法律に変わりました。それは一部修正されていますが、基本的な部分、まさに基本的なんですね、ここは変わっていませんので、これらも参考にしながらちょっと話を聞いていただけると思います。このハンセン病問題で問われたのは何だったのかというと、90年以上にわたって、行われてきた国の隔離政策ですね。この隔離政策が、戦後、新しくできた憲法に反している憲法違反の人権侵害であるということで、その隔離政策、誤った隔離政策を行った責任を追及した、これがこのハンセン病問題における裁判の基本でした。もちろん新憲法以前の隔離政策、国が明治以来ずっと続けてきた隔離政策が、これが認められるものでなかったのは間違いないというところではあるんです。日本の
法体系、まあ、法律の仕組みですね、これが戦後新たに変わったということを踏まえて新憲法に違反するということで戦ってきたものだったんです。で、ハンセン病に対する、まあ、当時は昔は雷と言ってたんですが、雷に関する法律政策は雷予防に関する権という、そういった法令が出された。これが1907年、明治40年なんですね。そこから始まっています。で、これが連綿と続いて、戦後になってもですね、同じように続けられた。そして、1953年ですねに新しく戦後のやはり雷予防法という法律ができ、同じように隔離政策が続けられたわけです。で、この間どんなことが行われたかというと、ハンセン病を発症したら隔離して療養所で、療養所で生活をして、まあ、収容されたということなんですね。で、在宅で通院して治療するという余地は原則的になかった。もちろん良識あるあるいは意識の高い医師がそういった通院治療を認めていた例はあるということですが、基本的に国のこのハンセン病に対する政策によっては隔離収容政策だった。ですから自宅から治療に通いながら通院しながら治療して、またこれで治療が終われば、従来の生活が回復できるという、そういったサイクルは全然予定されていなかった、ね、むしろそれを予定さ廃止させた、それを何か患者を撲滅させるという政策のもとにそれを禁止したというのが隔離政策だったと思います。そして隔離された療養所の中ではまさに刑務所と同じような人権を無視した生活があったということでありました。その実態というのはこの資料館に展示されていて、おそらく皆さんこれから資料館でご覧になればその実態がよくお分かりになると思います。で、しかしこの実情について一般国民はどう認識していたかというと、おそらく多くの人はハンセン病なんだから仕方がないんじゃないのかという意識で見ていたんだと思います。またハンセン病ってどんなものなのかということも十分知識がなかったのではないかと思うんですね。で、それは実は弁護士、法律家の世界の人間も同じだったんです。実はというのは多くなってしまうんですが、新しくその1953年第4法が制定された当時、大きな問題に、なったはずなんですね。で、患者組織、全環境等がですね、その後もこの雷予防法に対して反対の声を上げていたんだけれども、これを法律家が取り上げることはなかったんです。そのために実は、まあ、これも実はになっちゃうんですが、雷予防法が廃止、もうこれは不要だということで廃止されている動きが出てきたときに、もういらなくなったから廃止される、廃止するんだというだけでは、自分たちはこの隔離政策の中で何がされてきたのか、どんなことをされてきたのかということが歴史の中にうずめられてしまう。そんな曖昧な処理をされてはたまらんということで、何としても国の法的責任を問いたい、こんな自分たちに対する扱いが人権侵害ではないのか、憲法に違反することはないのかということで、大きなっていうか、そういった声を上げた人たちがあちこちにいたわけです。それは西の療養所も東の療養所でもあった。で、この声をですね、実は越塚敬愛のある方が九州の弁護士会手紙入れて告発をした。その内容は、
かなり我々にとって厳しい点です。人権に最も深い関係を持つはずの法曹界が何らの見解を発表せず傍観の姿勢を続けていると告発されました。法曹界、まあ、法律家の世界の法曹というのはね、マスコミの法曹とは違うんですが、その法曹界に対する、まあ、これは告発だったと。この手紙が九州の弁護士会に出されて、これを九州の弁護士は真正面から受け止め、ここから具体的な動きが始まりました。もちろんその後、東の方でも領事の中から一人でも裁判をやりたいという声は上がっていました。しかし弁護士会という組織を挙げて動いたのは実はまさに九州弁護士連合会だったんです。残念ながら私は東京弁護士会に所属しているんですが遅れておりました。九州では島津博さんがそういった動きを作った。で、菊池系フレンドの志村さんはこう言ってます。国の責任はどうしても取りたい、金もなければ支援してくれる組織もない、しかし私はない要望が違憲だという裁判を起こしたい、引き受けてくれる弁護士はいないと問いたんですね。残念ながら支援してくれる組織もないという状況でした。今のようにハンセン病問題といえばこれはやっぱりどうしても黙って見ていられないという人が今は大勢いる。だけれども当時はそうではなかった。そういった時代の時でした。で、こういった声に対して、まあ、正面から組織、弁護士会を挙げてですね、取り組みました。で、1996年3月に、九州弁護士連合会の理事会、理事長の宣言となってたんですね。そこではこう言ってました。自由と正義を擁護すべき任にありながら、このような重大な人権侵害を許容する法律の存在を長期にわたって許してきたことを反省し、改めて社会的責任を認識する。こう述べた。まさにここに本来の弁護士という職であるものが果たすべき職務と、それから責任が明らかに。と言えると思うんですね。しかし東ではこういった私というか東京方面ですね、ご容器は作れませんでした。ただ皆さんご存知のか、落選に小玉さんという人がいました。もう亡くなってしまいましたが、小玉さんはまさに一人でも裁判やりたい、もう自分たちはすぐにも裁判やりたいと私も相談を受けたんですが、そういう声を上げていました。鶴ヶ領場の方も同じように来られました。西村さん、当時自治会長西村さんという方、この方も亡くなってしまったんですが、西村さんもこのまま死ねるかというふうに言っていました。で、そういう声はあちこちから上がっていたわけです。で、前書面でも当時動いてこの問題を、まあ、書面から取り組んでいた人たちがいました。で、そういう人たちの声を集約する、あるいは寄せ集めて一つの動きを作っていくということが行われて、でまずは熊本で裁判訴訟が起きたということになります。熊本で裁判が起きたのが98年の7月31日でした。で、場合によっては全国一斉に、裁判を起こすということもあり得たのですが、なかなかそういう情勢状況を作ることはできませんでした。で、まず熊本で提訴したという経過があったんですね。この提訴に至るまでにおいて、まあ、我々も、まあ、弁護士も我々弁護士もこの問題について本来法律の仕組みをきちんと真正面から見たら見据えたならば、これが許されるものでないということはすぐに感じ取らなければいけなかったわけですが、見えなかった、あるいは日々の他の課題に追われて十分それを取り組むことができなかったという反省を関わった弁護士は
ずれも強く認識したという結果があります。ですから自分弁護士、まあ、私も弁護団の中で、この問題取り組んだわけですが、自分たちはこんな活動してきましたと堂々と言える立場ではないというふうには思っています。それまでの間、ある意味放置してきたということだったわけですから。でそれで法律に携わる者としては、やはりこの問題他の一般市民以上に強く認識しなければいけない、専門家としての責任があるんだと、こういうことになるわけですが、まあ、弁護士というといろんな仕事業務を行っている人たちがいるので、必ずしも人権課題だけを追求しているわけではないんですね。最近ゴーン事件で弁護人、刑事事件の弁護人という立場で僕弁護士がマスコミを逃げ出してますね。で弁護士でいうと、かつてはそういった刑事事件の弁護人という立場の弁護士が、一番わかりですかということはあると思うんですね。しかし弁護士の仕事はそれだけではなくて、もちろん様々です。市民の間の紛争トラブル、それから住民運動、薬害公害における被害者の救済、こういった活動もある。さらには企業において企業法務というのも、また国際取引、障害事件、貿易等の、あるいは他の国で会社の組織を作ったり、他の国との契約を尽くしたり、こういった時に、携わる弁護士もいるわけです。まあアメリカではウォール街の弁護士というのがよく出てきて、アメリカでもやはりそのウォール街の弁護士はまさに、資産家の上位何パーセントに入るというです。で片方で人権課題を取り組んでいる弁護士は路傍の弁護士とよく言われて、ストリート弁護士ですねというようなことを言われているような格差があると言われているんですが、まあそのくらいにいろんな仕事があります。で、まあ、日本においてはアメリカほど弁護士間の格差はないんですが、まあ、いずれにしても様々な分野で仕事をしているわけです。ただ弁護士については基本的に、この弁護士法1条を挙げておきましたが、基本的人権を擁護して社会正義を実現するという、これが基本的な職務だと思います。まあ、これがあるからこそ弁護士として、社会的なまあ、きちんと活動していればですが、尊敬もされ、尊重もされるんだというふうに、多くの弁護士は理解していると思います。で、まあ、しかしなかなか人権課題を追求するに携わるというのは ある意味大変です。それだけに今はもう1500人くらいの人たちが司法試験を合格で、この世界に入ってきて1000人くらいが今弁護士になるんですね。でそのうちのどれくらいの人たちがこういった活動に携わってくれたのか、なんと見えないところがあるわけです。私が弁護士になったのは今から40何年前です。でその頃は、500人の単位で、この世界に入ってくる人たちがいたわけですが、その頃は逆にむしろ弁護士といえば人権課題を追求するのが中心であると、こう言われていました。で当時はちょうど私がまだこういった道をこう志そうかと考えていたのですが、朝日訴訟というのがあったんですね。憲法25条の問題とかで、でこれがですねテレビで取り上げられた。実はそれを見てそうかな、こんな社会的使命 を持った仕事があるのかと感じたんです。自分でもこういったことで社会に貢献できる、なおかつ自分の力を専門職として生かせるということからこの道に入りました。で実はこの感染病問題が関わっていた時にですね、平沢さん、まあ、自治会の人たち、平沢さんも含めて
みんな浅い訴訟に学ぶと言ってたんですね。これはある意味私にとっても共感の場でもありましたが、ここが原点だったと思います。で、こういった中で弁護士、まあ、弁護士法律家とも言うんですけど、弁護士としてどんな仕事を携わるかと考えたときに、まあ、基本的なスタンスはここに置きたいというふうに考えて取り組んできた。そういう流れの中で、まあ、この反省状問題に取り組むのもある意味自然な流れだったのかなと思います。で、この裁判、まあ、ハンセン病原告賠訴訟というふうに我々は言っています。なぜ違憲、むしろ違憲というのは憲法違反という意味の違憲ですね。で、国家賠償請求ということで違憲国賠訴訟ということでこの裁判を取り組んできたわけですが、今はこの裁判、誰しもこんな不当なことは許されないし、やれば勝てる裁判と、こういうふうに、感想を漏らすんですね。ところが熊本地裁で提訴したときの原告数は13名です。東京地裁21名でした。この原告の中どうして、こんな数でしかなかったか。まず第一には差別を恐れて、裁判を起こすということに対する、恐れですね、社会からのどんな目で見られるか、また自分たちを表に出さなければならないんじゃないかという恐れが裁判で原告に立てないということが一つ。それからやはりこの長い年月この隔離政策の中で生きてきて、今更これをほじくり出さないという声もかなりありました。そして一般社会からはそんな立場にある人たちが何をするのかというような見方もありました。まだかなりそういった偏見差別、まあ、今もかなり激しいんですけど、ね、厳しいですが、当時はもっと全体社会を見るのが厳しかったというのがありました。そのために当初はこんな人数、岡山地裁全部3地裁で裁判を起こしたんですが、岡山地裁では99年に起こしたんですけども、その時の原告は11名です。ここからスタートしたんです。弁護士の仕事というのは、ある意味法廷で、法的な主張を述べ裁判所に理解させる、こういうふうに言えると思われるんですが、実はそうではなくて、この人権課題を取り組む場合はむしろ法廷内で事実関係を掘り起こして被害を受けた当事者に力をつけて、社会の支援を、社会の理解を支援をしてくれる人たちをより、集めて支援の輪を広げて、こういった活動をしてその成果を裁判所に持っていく、これが主な仕事になっています。もちろん難しい法的な観点もあります。この事件、この案件についても法的なハードルはかなりあったのは間違いないです。だけれども、しかし主犯はそちらでした。その輪が広がっていることによって社会に共感を受け、そして裁判官もこの問題は放置できないという意識を持つようになって、合わせてこの裁判についてはいずれも入所者が高齢者でした。通常の裁判ですと一人二人の裁判でも1年とか1年半あるいは3年かかっているとか、この裁判はそんな人数じゃないわけです。何年かかるか分からない。しかも過去90年の隔離政策を追及する裁判です。じっくりやってたら5年や10年で終わるかという裁判です。それを高齢者であることを理由に3年で終わらせると弁護団は決意し、その3年を決心判決を目指すためのスケジュールを組みました。これなどもある意味集団で弁護士、各地の弁護士が集まって集団でそういった活動ができたからこそ取り組めた結果だと思いますね。
この裁判に集まった弁護士は、弁護団に集まった弁護士は、これまで薬害、公害、あるいは住民訴訟、いろいろな人権課題を扱ってきた人たち、特にその直前ではエイズの問題ですね。エイズの問題を取り扱ってきた弁護士、こういった人たちが集まりました。それだけにそれぞれそういった人権課題を追及するときの歴史、蓄積を持ち寄って、その中でどうこの裁判を取り組むかということを何度も何度も弁護団会議を行って、議論し、そしてこの方針を示唆したわけでした。で、熊本の地裁の裁判官も、その弁護団の熱意を受けて、このスケジュールを受け入れてくれたというところがあるんです。で、裁判の進展、進行ですが、そういった方針のもとに進められたわけですが、この裁判は、今でこそ、やれば勝てるでしょうというような評価があるんですが、当初は厳しかった、その中でいろいろ支援を受け、共感、理解を受ける中で、さまざまなところから支援の輪ができてきました。で、合わせて、この隔離政策の問題について、厚労省の元、この問題の中心になっていた、官僚だった人が、この隔離政策が誤っていたということを、書籍で発表していたということなんです。皆さん読んでたんですが、大谷不二夫さんなんですね。大谷さんは厚生省の事務局長まで務めたわけです。で、この大谷さんが実は原告側の証人で、これは弁護団も何もいないし、もともとこの問題について、役員として自分がやってきたことがどうだったのかということを非常に真摯に考えている人であった方に弁護団の要請を受け入れてくれたんです。で、熊本地裁で証明してくれました。実は東京地裁ではこの館長の成田さんも弁護団の証人に受け入れてくれたんです。こういった人たちが立ち上がってくれたということにかなり大きな力になっていたと思います。で、熊本地裁で判決が出たということですね。ここまでの判決が出る予想していたかというと、本当にその出るまで弁護団にみんな意味がなかったような思いがしました。しかし、この判決が出た後は怒涛のような流れになりましたね。で、控訴するなという運動をし、皆さんこの中にいる場合、その運動、控訴阻止活動に携わった方もいるんじゃないかと思うんですが、首相官邸の前で控訴するなという大きなうねりを作りました。で、この控訴を阻止するうねりができた、その背景が、実はマスコミに対する理解を深めて、活動があったとともに、国会の中に議員連盟、議員懇談会を作ってもらったということがあるんです。今国会の中には感染症問題の最終解決を出す議員懇談会、もう一つ感染病最初の議員懇談会、2つあるんですが、従来から従来から1つで、その裁判の過程で最終解決を出す議員の中で、でこの中にはまさに超党派の会議員が加わって理解を示してくれたので、こういった動きも実は弁護団が支援の人たちと一緒に足を組む国会に出向いて、この議員懇談会の活動を進めるよう要請してきたというのがあります。今、都知事の小池さんも議員懇談会のメンバーなんですね。で、舛添さんも結構動いてくれました。
まあ、地方とかで自民党の議員もかなり、そういう力を出してくれていたということがあるんですね。まあ、そういった動きを作りながら構想組織という、まあ、成果を生み出すことができたと。この中で弁護士がどんな仕事をしたかというんですけど、まさに一般的に過去の弁護士の職業、あの職員、職からはあまり想像できないようなことをやってきたということは言えるかもしれません。そういった支援や議員にやいろんな人たちからの世論し理解を受ける活動を行うことがメインだということになるんです。で、ちなみに熊本判決が出たときはやはり法廷の裁判所の前に支援の人たちが大勢集まって固唾を見守ってくれていたんですけれども、今日のディナーのチラシにも勝訴という垂れ幕を持っている写真があると思うんですが、あれは家族訴訟、今回の家族訴訟の勝訴ですね。熊本市内の判決の時も同じように勝訴の垂れ幕、市役所の垂れ幕でですね、勝訴の札を出して、それで皆さんに報告しました。若い人たちが非常にエネルギーがあります。若い人たちがそうで、報告したということなんですが、あれを見ると本当に力が、あれは力がというんですが、同じようなポーズで今回も行ったというような判決になることができたんですが、まあ、そういった中で判決が出て、それで通常ですと判決が出て、それに基づいて判決の成果を原告を狙った人たちに、受けてもらう、これで終わりなんですね。しかしこの裁判は反省の問題を取り上げてない、決して賠償請求、賠償を得れば終わるという裁判ではなかったし、原告は同じような立場にある人たちの声を代弁して原告になるというところがあるんです。したがってこの裁判の成果は同じような被害者全員が受けるべきだということから、次から次へと新たに提訴するという動きを作ります。そして国と交渉することによって最終的に提訴したものについては和解をして解決をすると、この判決基準に基づいて賠償する。それから、この問題、反省の問題について、謝罪をし、この問題理解を得るため、あるいは啓発ですね、普及啓発をするための活動を強めて行うということを合意した、合意しました。で、謝罪広告が三田市に出されたわけですが、そんな新聞らしいですよ、はい、ちょっと数は外れましたが、謝罪報告が出しました。今までなかったことだと思うんですね。そしてその後毎年1回この問題を取り上げて、差別偏見をなくすための活動をするために、何が必要かということを検討するんです。それから、残された課題をその都度見出して解決していくというために協議会というものを行うことになります。で、まあ、でも毎年行うので、そういった活動の中で得られた成果を、まあ、一回合意教室交渉団というものを作って、国と団で合意書を作っているんですが、それをさらに一つのまとまったものにしようということで、実は先ほど報道でお話しした反戦病問題基本法ですね、を作ったわけです。そういった流れの中でできた法律です。国の方でこういった法律を作りましたということで本当こう制定されたものになる。この反戦病問題に
受ける戦いですね。そして、合意交渉等によって合意されたこと、勝ち取ってきたこと、これを政治、そしてこの法律の中に組み込んだというものです。でこの法律作成においては弁護団としてもかなり意見を述べ、条文案についてもこちらの弁護団の案を提供しながら作成したという、いわば立法制定過程、法律制定過程にも深く関わるという仕事をしてきたわけです。でこれなども、まあ、今裁判を経て、裁判の経営の中からある意味政策を作っていく、あるいは法律を作っていくという新しい動きが出てきています。弁護士の新しい仕事として、それが今注目されているようになっている、そういう一つの大きな基本例としてこの基本法があるのではないかと思うんですね。で基本法の中に、感染病問題とは何かということを規定しました。今日皆さんの手元に配っているので見ていただければと思いますが、ですね、この18ページ、18ページに第1条、この法律の趣旨です、ね、はい、これ国によるハンセン病の関連に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、例の回答に関し現在もなお存在する、これをハンセン病問題という、こう規定しています。先日の昨年の改正で、ここに、感染症の患者であった者等の下に家族、及びその家族というのが入ったんですが、ここに感染症問題が何かということを規定したんです。したがってここで、掲載している内容を考えると、まだまだこれは解決されていないし、この問題全てを解決するのはそう簡単なことではないという、いずれにしろ法律がこのように規定した上で、この解決の促進に関して基本理念を定め、解決の促進に関し必要な事項を定めた、こういう趣旨を明記したんですね。ここにやはりこの法律の大きな意義があるというふうに思っています。でこの法律を作る際には、実はこの資料館、感染病資料館についての根拠規定を設けました。この定義の33ページです。18条です。国はハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、国立のハンセン病資料館の設置をすると行っていますね。このハンセン病資料館はもともとは自治会が中心になってこの歴史を残そうということで作られたものだったんですが、その根拠になる法律というものがなかったんです。まあこの問題は一つの厚労省の一つの施策として続けてはいたんですけれども、確たる根拠はなかったものについて、このように法律上の根拠を与えました。これによってこの資料館、この資料館は感染病の患者であった者等の名誉の回復を、これまた、去年の改正で家族が入りました。だから感染病の患者だったものと、およびその家族の名誉の回復をなったんですね。この趣旨、この目的のもとに、この感染病資料館が設置されるということになります。この判決後、感染病資料館は
リニューアルし、名刺とともにリニューアルしたりとかいるかもしれません。こういった活動がその後ずっと続いてきていたわけですが、課題はこれだけにとどまらず、感染病の隔離政策というのは実は韓国でもあった、日本が投資したことですね、それから台湾でもあったわけです。で、以前、この国外訴訟を戦っていた当時から植民地の隔離政策をどう考えるかという声はあったんですが、いかんせんそこまで我々が取り組む余力がなかった。何しろその先ほどお話ししましたように国外訴訟の本田裁判を取り組むだけでも大変なエネルギーが必要でした。その中で余力がなかったことがあって、不満判決が出るまでは取り組むことはできませんでした。でその後解決の裁判が解決し、方向性がある程度固まった段階で、この植民地時代の隔離政策をやはりきちんと取り上げなければならないということで、この関係での裁判を行います。で裁判は実は一生いっぱいだったんですが、しかし最後の解決策は交渉の過程で、方向性を定め、内容的には日本国内の被害者と同様の救済をするという成果を出しておりました。で一応これで方向性は固まって、その固まった方向性のもとに活動すれば、この外れ問題については新たな課題は終わったのかと思い始めた時ではあったんですが、家族をどうするのか、その感染病の問題は特に患者本人だけではなくて、残された家族も大変な過酷な差別にさらされた、偏見にさらされたということをこのまま見過ごされるという声があります。しかしこの点についても法的なハードルはかなり大きくて、もちろんそれまでエネルギーが十分なかったということもあって取り組んでこられなかったんですが、しかしこのままやはり放置することはできないし、歴史の中に沈めるのを礼させてはならないということで、やはり同じように差別された家族も被害、この点についても真正面から取り組む必要があるということで、今回の家族訴訟を提起することになったんです。確かに皆さんご承知のように隔離された本人、発病した本人が隔離された後、週になるまで消毒をする、あとはこれに見逃しに消毒をするということが行われたわけです。これがやられてしまえばその家族はそこに住んでいられませんよね。それでなくてもこの問題とする差別偏見は激しいわけですから、そこにさらに消毒がされて、この家は何の家族だという烙印を押すようなことをされてしまえば、そこに住んでいることはできないし、そこに住んでいればどうでも何でもされるという過酷な現実があったんです。そう考えれば、そのような目で見れば家族も大きな被害者であったということは間違いなく言いとるというわけですね。その観点から訴訟を起こしたんです。これを当初の段階でなぜ取り組めなかったかということがあります。ただその点については隔離政策の対象が患者であった、あるいは患者であったということから法的なハードルがかなり大きかったということがあって、まずは患者本人、元患者本人の訴訟を起こして取り組んできたわけですが、しかし家族のこの
過酷な被害を防止できないということから今回の裁判を、で今回の裁判においても3年で解決するということで、方針を定め、スケジュールを組んで、基本的に3年で判決を取るという方向性がことが行われたわけです。ただ、この家族訴訟においては、やはり人権国外訴訟の時の大きな支援、そしてこの問題に理解を示す市民の熱い層があったということがあります。そのために、人権国外訴訟を起こした当社よりは円滑に進めることができたというところがあったと思います。ちなみに、家族訴訟の時の原告数は500人を超えていたわけですよね。ですから、2016年2月11日に起こした提訴した時の原告数は59名で、3月29日に提訴した時の原告数は509名でした。この数の違いを見ていただければ、どれだけこの問題を取り組む支援や市民の理解があったか、状況が違ってきたかということは理解していただけるんですね。最初提訴したときは、この問題、原告が訴訟を提訴したときは13名でした。弁護団は137名集まったんですよ。そういう意味では、巨大な弁護団を組んだなというふうには評価されたんですけれども、当初の提訴8月から13、東京地裁では21名です。この中には皆さん知った人たちが大勢いるとは思いますが、それに対して家族訴訟では、59名、79名というこういう数で原告が立ち上がる、そして今回の判決を迎えることができたということがあったんですね。それでは20年を超えるこの問題についての裁判闘争が高いがあったと言ってもいいかもしれない。その中で現在に至っているということではありますが、しかし殺人偏見の構造は変わっていないところです。もちろんかつての領が表面に出たあからさま情報差別ではないとは思います。しかし何があるとこの問題が差別としてある、この家族訴訟においても家族訴訟の原告になったということで離婚せざるを得なかったということです。これが山下知らなかった家族が感染症病の親族だったということを理由にそういったことが発生したことなんです。こういった事態は今でも、例えば若い人、今中学生や高校生や中学生に、この問題をの処理をやったり、学習をしてもらっているのということなんですが、こういう人たちにはそういった偏見、信じ込んだ偏見はいやないんですけど、しかし古くからそういった偏見が染みついてしまった人たちはなかなか消えないんですね。頭では理解しているのかもしれないんですが、それは消えない、消されないというのが、だから初めからもこの問題理解しようとしないという人もいるかもしれませんが、そういったことがあって、この感染病に対する差別、偏見をなくすることはそう簡単ではないと。そのためにこの熊本市で家族訴訟判決では、この差別偏見をなくすための活動をする、啓発をするために文部省と厚労省と、そして文部省ですね、この3省から取り組むべきだと
ということが言われています。ちょっと言い忘れましたが、家族訴訟判決では、この3つの省の責任を追及しました。厚労省だけではない。厚労省は隔離政策を行ったということで、その政策の主体としての責任ですね。で、文科省は、この問題、免許差別をなくすということをしなかった。これが作成してしまった差別。これをなくすということをしなかった。その責任。それは法務省の話です。なぜ法務省の問題かというと、法務省は人権擁護局を見て、人権を守らなければならない。人権擁護をその職務のところをその中に入っていることですね。人権擁護を掲げていながら、この差別偏見の状況を全く変えられなかった。しかし、ということだったんです。ということで、この家族訴訟の中間決では、この3つの省に責任があると、言したんです。この判決に基づいて、3つの省がこの問題に取り組むということになりました。で、今、これから、一体何とすれば、これを、差別偏見をなくすために、有効な手立てをとなるのか、あるいはこれまでやってきたのは何だったのかということを再度改めて検証するということが必要になってきています。その中でおそらく皆さんからもいろんな意見を出していただいて、それをその協議あるいは政策実施策に反映させていただく必要があると思いますが、これは今後の大きな主たる目的になるだろうと思います。そしてこの資料館自体もこのその偏見差別をなくすために、何をすべきか、あるいはどのような観点から理解を求めるのかということを追求していただければならないということになると思います。ということで家族訴訟判決が出て、家族訴訟が一応終焉を見たけれども、まだまだ課題はたくさん残っているということになると思います。で、このように今までのこの裁判の流れから、そして裁判闘争というと、いかにも皆さんになりますが、まさにこのハンセン病問題における活動は、そういった流れではあったわけですが、この裁判闘争の過去、これまでの経緯、これから先を考えて、まだこれは続く。というふうに考えています。この過程で、法律家、弁護士がきちんと本当に責任を果たしたのかと言われると、これはやはり内心的にというのがあると言わざるを得ないんですが、しかし一定の企業ができたかなというふうには思っています。で、この感染病問題に取り組むということは、やはり自分たちがこういった虐げられた、あるいは人権を侵害された、あるいは正当な権利を踏みにじられているというときに、どういう視点でそれに立ち向かうかということを問われたのだろうとは思います。しかしこういった裁判を起こすときには必ず言われるんですが、過去にヘイトというスピーチですね。こういった非難が必ず付きまとう。これにどう立ち向かっていくかということも課題になるのかなというふうに思います。このハンセン病問題については、いろいろ考えていく上で、やはりなぜこういった問題が起きたのかということをもう一度よく考えていけないということがあるんですが、ここにお集まりの皆さんは、過去の何に対する偏見差別と、日本の隔離政策のもとにおける偏見差別の違いというのは、理解されていると思うし、そして、領域における処遇というものが、どういうものだったかということも、お分かりになっていると思うんですね。で、とにかく、そういう前提で今お話ししてしまいました。本来ならばそこから入るべきだったのかもしれないんですが、弁護士の仕事と
対して感染病問題を理解してもらうということもあったので、そこはちょっと飛ばしてしまったんですけれども、確かにここまでから差別はあるんですね。感染病まあ、ライと言われたものに対する差別があったんです。これそれはしかし後遺症の人さからまた原因がわからないために遺伝性のものではないかとか、こういったところから来ていた偏見でした。それに対して日本では隔離政策を取った一つの理由として伝染病であると、しかもこれは非常に悪性の高い伝染病だという宣伝をしたわけですね。そのために、市民はこの大病というものに対する非常に恐れを抱いた。そこからこの差別の偏見が始まった、偏見差別が始まった、新しいさらに大きな偏見差別が始まったということがあった。でもちろんその背景にはこの感染病を患った人たちを収容して世間の目から隠す、諸外国から隠すというそういった思惑もあったわけですけれども、その伝染病、怖い伝染病だということを宣伝したがために偏見差別が過酷なものとなり、そして収容された後の人たちがその偏見差別のもとで収容されたがためにより一層過酷なそこでの生活を強いられたということがあったわけです。で、収容所に入れられた者に対してそこで、生活ができたんだからいいじゃないかというような声が上がったこともあって、それはしかしそこでしか生きられないような状態にしておいてそこで生きられたからいいんじゃないかなというふうに思いであって、到底許されるのに全然できるのではないというふうに考えられるんですが、そういった声もかつてはかなり出ていたことがありました。こういった状況の中で一体そこにいる人たちはどのような計画でその状況に追い込まれたのかということをやっぱり考えなきゃいけない。表面だけ考えていくとそういった行為に流されてしまうということがあるんですね。で、この療養所における生活がどんなものだったかというのは後でこの、資料館の展示を見ながらまた学んでいただきたいと思うんですが、そういった過酷な生活を強いた、まさに人権侵害を行ったということを、正面から見据えて、これでその問題をどう取り組めるか、何をするべきなのかということを考えること、これが原点だったと思うんです。それは別に、弁護士だから法律家だからどうこうというわけではないと思うんですよ。やっぱり何かそういったことが起きたときに、あったときに、人間としてどう立ち向かうか、ということではないかと思います。この点については実はこれは九州の戸田康之弁護士がですね、最初にこの問題を突き詰められたときに言ったと、第4号が憲法違反であることは明らか、自分が人間としてどう戦うか、どう関わるか、人間としてどう関わるかを強く感じたというふうに語ったことなんです。これは別に法律家だからどうこうではないと、こういった人の刑事侵害を受けている人の目にした時にどう立ち向かうか、どう向かうかということだったと思うんです。ですから今日お話したことは弁護士だからこういうことだったらというわけではないというふうに私は思っていますし、こういった問題を目の前にしたときにどうそれに目を向けるかということが問われるのではないか、問われているのではないかと思います。時間ですかね、そうですね。一応今日の話はそんなところで、もし質問があれば受けられると思いますが、いかがでしょうか。いいですか。はい。
岡山から来ました橋口です。この国外、96年の国外訴訟に今勝ってようやくという感じなんだけれど、なぜそんなに遅れたのかっていうのがどうしても止められないんですね。つまり人生以外は云々と判決するのにありましたが、60年までには少なくとも60年までにはもうハンセン病が治る病気になっていたにもかかわらずとか、あるいは58年、59年、60年に国際的な学会なる機関がもう自宅治療で十分だということを発信ながら、そして日本国新憲法が47年ですか、その3つの柱としてその一つが基本的人権の尊重というのがあったんですよね。だからなんでこんなに遅れたのかということはもう本当に消せないんですが、法律からどういう説明するんですか。はい、まず基本的に法律家として責任を感じなければいけないのは、そういった人権侵害があることに目を向けなかったことだったと思います。この実情を真正面から見せなかった、ここにやっぱり大きな原因があるのではないでしょうか。それはやっぱり人権というものを考える人たちがまずそこに目を向けるべきだった。そしてそれを市民に知らせなきゃいけなかったんですね。それを怠ってしまったということがあります。でそうなってしまった原因としては、やはりそれぞれ自分たちの課題を追うだけで、もっともっと人権侵害の実情があるということを目を向けようとすることができなかったという、ここはやはり反省しなければいけないことだったと思っているんです。それからもう一つ、今度は行政側の立場やら、あるいはこの問題に携わる政策を持った人たちの立場ですね。これを見ていくと、まずは療養所の関係者はもう早い時期からこの病気があまり感染しないものであると、感染しても発病しないものであるということは分かってたんです。それはなぜかというと、療養所の職員は発病してないんですよ。だから療養所の人間はよく分かってたんです。だけれども療養所を維持していくには感染症であり怖い病気だと言わないけど維持できないんです。で、療養所に入った人たちは公共を奪われてしまったんです。帰るところがないんです。もう療養所行けません、だから皆さん帰ってくださいと療養所を出されたら行くところがないんです。しかも地域でからは差別偏見の嵐の中に放り込まれます。差別偏見の実態、世間の状況は全く変わってない。その中でしかも生活の基本は全て奪われて療養所に閉じ込められているわけですね、皆さん。でそこでもう治る病気になったから帰っていいですよ、療養所を廃止しますって言ったら、療養所にいた人たちはどうなるのかということをどうも考えた。大谷さんはどうぞそのようです。むしろ療養所の中でできる限り手厚い職をしようと、そう考えて、これが正しいというわけではないですよ。むしろそうではなくて、差別偏見をなくして、あるいは同時に地域で暮らせる基盤を作る、これが本来のあり方なんだけど、そうじゃなかったんですね。この人たちを出してしまったらもう生きている場所がなくなってしまうから、職を尽くしていこうということで施策を積み重ねてきて、そしてその施策をする者の気持ちは逆に療養所にいる人たちにも伝わったわけです。いわゆる愛知する、責任を追及するといったら療養所がなくなってしまうんじゃないか、療養所を出されたら俺たちはどこへ行って生活すればいいんだ、故郷に帰ったら生活する場なんかないよと、故郷は受け入れてくれるわけがない、こうなったわけですね。で、かつ墓にも入れてもらえない、皆さんご存知のように遺骨がありますね。なかなか今でもその遺骨を故郷に持って行ってくれるということは多くはないんです。これが今から30年40年前もっとそれはひどかったがために、そういったことをきちんと前正面から取り組むことをしなかった、むしろ処遇を厚くすることによってこの人たちの生活を守ろうという、療
良識のある官僚はそう考えたんだ。で、両方が相まって現在まで来てしまった。本来であれば危険である、これは人権侵害、こんな各自政策中は許されないということで、療養を違う形にして、そしてそこにもっと開放的な、あるいは自由に今のように地域開放できるような形にして、なおかつ地域の偏見差別をなくしていく活動に真正面から取り組むべきだったんですね。それはしかし後知恵かもしれません。当時その場に置かれた状況の中で何ができたかということを、自分個人の力で何ができたかって考えていくと限界があったのかもしれないですが、これはあまり忖度した意見を言ってはいけないんですけど、そういったことを背景にあった。もちろんその中にある権力者的な意思もいました。そういう人たちはその自分の地位を守るためにそれを維持しようとしたのかもしれません。良識のある、また知見のしっかりした医師はもう感染しないんだから隔離政策はやめるべきだということを言った人もいるわけです。それに対して、何を言っていると、感染したらどうするんだ、曖昧な意見の見解のもとにそんなことを言うなと押さえつけた医者もいました。その背景にはそういった力関係があったと私は思っています。いかがでしょうか。